皆さんどうもこんにちは声優の花江夏樹です皆さんこんにちは声優の斉藤聡馬ですい,いえこんばんはの時間なのかもしれないですね <laughs> リトルナイトメアだけに確かにやはり <laughs> 悪夢がまた再び始まる始まってしまうんですかそうなんですよはい今回は我々あのー、リトルナイトメアうんこのねリトルナイトメアとリトルナイトメア 2, 2>、はい、こちらを一応ね全部最後まで プレイしましたけれどもしましたねまだね残ってる謎が残されているんだそうなんですよなんとこの1の方のですね、うん、ダウンロードコンテンツうん、うん、こちらがまだね未プレイだったということではいコメントで、はい、絶対やった方がいいやらないっ損してるよっていう確かに激烈なお声をね頂い,いたのでありがとうございますちょっとこちらをプレイしていきたいと思いますはいこれはニューゲームでいいのかなチャプター選択かな あのどうやらですね、このシックスちゃん、うん、シックスちゃんが主人公ではなく、なるほどこの、はいはい、こちらのランナウェイキット、めちゃくちゃかっこいい名前、<laughs> ランナウェイキット君を操作して、この3つ用意されたははい、はいチャプター。 進んでいいくとうなるほど男の子ですねきっとねなんか聞くところによると結構そのプレイングの難易度もやや高めというかあじゃあそまあやばいね僕はだから今日もう大きい声を出すために来ましたいやでもあの大事なとこで操作させるから頑張りますはい結構久しぶりだねでもねうんそうだねでもめちゃめちゃ楽しかったからね2もねねえお始まった始まった 視点だけちょっと動かせますねはいはいはいおおまたなんか汚いとこから始まったね <laughs> 漂ってますね,ねあれですね今回もあの胃袋と呼ばれている、はいまあ、6がもともといたところもうというところから脱出するというなるほど、はい、お話みたいなんですけどえ早速,早速 あっもう操作方法はうもチュートリアルとか出ないんだもういきなりわかりますよね的な感じなんだあっあああれあこれあれだよいたよね他の子供たち6含め我々はここに遊兵されてるわけですからにそうだねええこういうことが日常茶飯事ですからにそんな語尾をお持ちでしたっけそうなんですよ ちょっとやはりこの世界に来るとどうしてもそうなっちゃうんですよ。これどうなのでも捜査感とか全然変わらない変わんないね。ジャンプだったりダッシュだったり。はいはいはい。お落ちてみるか。行ってみようか。船のなんかね。落書きがあるけど。はい。あっ、んかんだんか。おっ、え黒い。これ大丈夫か行って。なんかいるよ。いる。ああうなぎ 生きない。<laughs> <laughs> 黒いうなぎにうなぎが。嘘だろう。うなぎを食べようとするとき、我々もまた食べられてしまうのだという。深いな。怖いな。え、これどうすんの？これはそのまま逃げ切るんじゃないか？勢いですけね。ましょう勢いで。我々得意ですからね。勢いに任せ。あ、でも追ってこない追ってこない。あ、でもなんかあ光が。おなんかいるよ。え なんかあれだねテンポがいいね,ねすごいもうこの中から始まるっていうのがいいねある程度我々そのお話のこのなんていうんだろうここがどういうとこなのかっていうのが分かってるわけですからそうですね、うん、それが分かってる状態であっていうかさこのギミックもあったよあったっけあったあったこれはじゃあもう割と総決算的なことではある、ねうん、あなのかなだからやっぱ本編をプレイしてるとより楽しめるってことなのかな高さ足りないここ高さ足りないから

ヴァンパイ塩になってしまう光には弱いんだな光に弱いっていうのがなんかねでもやっぱ俺ら中二病からすると肺になるみたいなそうだよねなってみたいよね憧れるよね復帰前提でねそういう設定ねうん奥行って奥行ってでもなんかいるのは誰なのこれもだからここから逃げ出そうとしている友よそっかそっか同じ境遇の人だそうライバルと書いていや え、うん、強敵と書いてそう <laughs> 強敵と書いて <laughs> ともとも <laughs> 結構でも子供っていうよりは割とおっきそうに見えたけどね、うん、そうだねいろんな人たちがいるんかないや,ーでやっぱ食事にされてるのかなーはいはい、はい、もうなんか「1」だいぶ前にやったからそうねぼんやりとはしてるよねうん。 はい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 。あここあれよなんか子供部屋というかああおもちゃの部屋はいはいあったよねあったあったあった。汽車が走ってさうわ懐かしいあ、なんかオルゴールあるえあれ欲しいなあれいけんじゃないレシーソーで飛び移るのかあっついその引き出しによ行ってははいい。あ待ってこれちょっと待って捕まるあっいけるね R2 が捕まるだ これだ。ちるんこれ関係ある？の？これ関係ある？これ関係ないぽい。あ、でもさ、このオリゴールさ、ほらあれあれじゃない？ツーのさ、あ、ほらシックスが最後。そう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 。うわ。え、こんなの出てきてたんだ。すごいね。いや。 あああこれはんかあれなのかなちょっとうわまあある意味ガイド的な的なね存在なのか。わうすうこれこれかこれかはいはいはい。これなのか。これでそこのうわ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 ううん。でもこのうわうわううわ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  と逆になんかそのワンプレイ時から間が空いてる分こう断片的なイメージしかないからより悪夢感あるそうだねなんか初見まるで初見ねこういうことこういうことこれ何でもって言うんですかいやまあ一説によると一説によるとあのいやこれ私のよう出典ですけどあのまなんか クジラの胃袋みたいなよくさおうおうクジラに飲まれちゃう系のファンタジーの話あるじゃないですかでそのメルヴィルっていう人が書いた「白芸」っていう小説があって「白いクジラ」って書くんですけどそのクジラの名前がモービー・ディックっていうほうモーだもう,だもうなのかもなのかもしれないそうま的なね、えー、でもなんかそういうさ断片これもまた断片だから、うん 自分でどんどん妄想が膨らんじゃうというかそうだねんか明確な答えはさいろいろ考察されてはいるもののないもんなそれがやっぱ楽しいよねそうだねうんいくぞさあそして痛あっあつかあの子はでも6じゃないよねさすがないよねっともうちょっとお姉さんだったよねはい私が結構タイプなタイプですかはいお姉さん好きなのある感じはい スカートの丈がちょうどいいよ目をつけ心がいいですねあこ開かない本当じゃあいけるじゃここだうわあ長い長いおおいおいい水の中怖い水の中マジ怖い水の中本ほんとに怖いいいや何かいるだろこれうわでも俺この箱庭っぽいこのんか手前のさほら ちょっと水槽みたいなって感じのこの作り好きだわいやゲームならではだよねちょっとインサイド感あるねかわいいすごい超現実的だなすごいねなんか YouTube とかでさこういうミニチュア作ってるジオラマ作ってる動画とかすごい好きなんだよね確かにな最初になんかめちゃめちゃ怖いでかい深海魚みたいなのこさ沈めてあとでアクリルみたいなので 埋めてそのなんかすごいかっこいいやつを作るのよ <laughs> いや<ー> <laughs> なんか子供の時とかさ<ー>、まあ、そんなクオリティーは違うけどやったりしたなんか自分の俺あの怪獣大好きだったからさ街とかを自分で作ってそのヒーローと怪獣で戦わせてみたいなはははいいいやってたんな,、はい、なんかそういうちょっと紙とかで作ったことはあるあそうそうそう、うん、あこれだこれあこいつあ引っ張れる でもきっとなかなかパワーファイターだねそうだねまあでもこの作品の主人公たちは黙々とやるからねそうだね誰にも頼らず特にワンはねそうだよねやるからねちょっとだから私も見習わなければいけないなと思いました本当。あもう一人で黙々とやることはいあき来たライト懐中電灯が来たはいいいぞ うなっちゃんこれでもね、はい、あの照らして動き止めるの得意だったもんね。そうだねあーこれあ、これね、操作ね。あーここで慣れてる人は多分ツ2もめっちゃ簡単だったと思う。確かにね。あ<ー>いや、俺がもう永遠にできなかったとこだからね。<laughs> あでもやっぱちょ,ちょっとだけ違うね、<あ>操作ツ 2>, <ー>2の方がもっとね、テクニカルだ。そうなの、まだじゃあ、うん、そんなにそこまで難しくはない、ね、そうけど。う,うなぎあうなぎはでもやっぱ光でいけんじゃないのうなぎ光。う うなぎ光ダメこんなうなぎに困らされるなんてうなぎ食いて確かにちょっとお腹空すいてきちゃた俺でも昨日ひつまぶし食ったわマジで <laughs> いいなよ。食べて行きましょうあいつをひつまぶしにしようぜしようてかここほらちょっともう手の跡ついてるし当だ怖いねちょっとえこれでもさどうすこれはもう普通,普通に逃げるんじゃない あなんかでもいたよなこいつヒルみたいなさあはいはいはいいたいたあでもめっちゃ動きこのもんんうん優しいなんかあれちょっと引っかかってるしすごい壁インを攻めるねあじゃあすごい接近しなければ大丈夫ってことあっこれちょっとね距離感が奥行きがむずいよね難しいのよでもこいつあれじゃないのんか上にもいる上にも 水の中では早いんだ。やばい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 。うまいうまい。水の中早いのよ。あ、これでもやったよね。まさにこの逃げながらさ。やばい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 。あ,あ、上の方が良さそうだね。おーっけお,お,お、えー、っけおっけ。うわボタボタしてる。るまずまずまず。あ、ここが。どう？え、ここじゃない？あ、行ける？ああ。え、どこなの？飛びあ<っ>そこじゃないかな。一回巻いて。ああ、うまい。ああ、これいっついぞ。巻くつもりが巻かれて,かれてしまいました, <laughs> しまった。 オッケー、ああいけた、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 油断、慢心、ダメ、絶対もう読み込んだわ、もう今、ランナーウェイキットになりかけてあもう CV 決まりかけてますうん、そうだね、右、左、ジャンプ、こっちだ、追い詰めた、およし、なにっ、オッケー、待って、俺がランナーウェイキットだ、かっこいい、キット、左ジャンプか、キットって大体かっこいいからな。 確かにねああキットと名のつくものは間違いないようなさあ来ましたねあおえ来たあ降りればいいのかちょ、ここらへんから一回やってみるやってみましょうか×バツジャンプ四角ダッシュで、えー、掴むのが R2R2 で電気が丸でオンオフ、はい で L2 がしゃがみしゃがみとスライディングはい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 かりましたさあいやこれもうさ斎藤相馬操やつるランナダムエキット早くもこの水を前におっとやばいサスケみたいだよねこれここ真ん中通る s さすけだったら即失格水使ってるもんこれはあまだ大丈夫あでもいけそうだねまだとりあえずこういうのがありますよっていうそうだね

何かちょっと人みたいだっね<え>いやもうやめてうわ悪いマーメイドがマーメイドかこれはじゃあさもっとあっち側にち、うん、もっとずーっと泳いでっちゃえばいいんじゃない、ね、無視してそうだねいやもう必須の状態できついよなね<え>はい来たこれで このなんかね、体の自由が効かない感じああこの夢のギリギリ感だよギリギリ感ああいいよよしお見逃してくれた何だったんだよこの、見えないってのが怖いよねこいつでもさえ来るかないやさすがにもう陸は上がれないんじゃない人魚かなやっぱま人魚だったらロマンチックですけどやっぱ昔の伝承とかだとね結構その人魚って船乗りを惑わして 海に沈めてしまうみたいなね話もあるからこれは降りていいんじゃないゆっくりおっいいようわまた水だええ来そうこれ何カン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 どうするのあっうわええダークマターみたいなちょっとやってみるうん襲ってくるめ。怯えすぎ控えめ そ、そんな直？っるのをこうおおおて待った来 <laughs> た来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 て待っ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 う、待って待って待っい待いて待いあ待って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 あっあああああって待っま待って待っま待ってあって待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 っ うわ <laughs> <laughs> 意外とこうそんな肩はそんなないんだねいいよいいよいいよ一回その陸で巻くってのはここでねそう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 そこだったら多分動き遅いからあでもうわいいよもう1匹うおいいよおおす晴らしいよしよしよし なんか泥棒みたいだねなんかやっぱその脱出してるということもあってかこっそり感もあるよね、うん、本来その通路じゃないとこだからねうわーいいなここすげえゾクゾクするわ落ちちゃうよねこれ落ちちゃったらまた来るん落ちての奥,の奥のあれかあれでしょまた来るよ人形これちょっとえどうやってさできるだけ奥に落下するっていう これさ、こっち登れないのかなこの、ここうん、そこそこそこ。そこ,ここよねそこそこ,ここ登って、で、あそっか、おしっぱしじゃねとダメなのか、これ。やばいやばい、あ<ば>、<laughs> 来てる音してる、来てる音してる。<laughs> 音が。で、ああ、来た来た来た。で、あ、これであれか、水がいいじゃないですか。あ、これ水位調節すんのかなだよね、多分ここでね。あ、こった。ダメ。 まだダメなのか硬いのか硬いんじゃ違うわおっよく一発でそこにだがしかしあっわかったわかったえっそっかこれかじゃないそのレバーによっああいけるかねいけそうだけどね勢いつければさあいけるかよっおっナイスおっ

今ちょうど画面の真ん中ぐらいにいはいはいあるよねあるねあのハンドルがはいこれ今今でいいのかいやでもいいんじゃないほらいいよここここここから行くんじゃないじゃ単純にもうマックスまで行ってスピードってことはいはいじゃ行っちゃいますかまあ念のためこの早めに飛び降りてみるとかそうねあでもマニアなそうだから多分その入り口から行くんだよちょうどいいんじゃないちょうどいいんじゃないい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 いやばい怖い怖い怖 怖すぎる怖すぎる怖すぎる,すぎる,すぎるああああな,な,、ね、なるほどなるほどなるほどな上げてから下げながら行くんだってことだあ<ん>そっかそっか下がってると同時に行かなきゃいけないんだね分かりもえこれもしかしてさ電気、ま、入れ直しねえうい陸に来れないと思いきや人魚って陸来,来れるかもしれないですちょっとねうん このゲームは常に裏何かあの昔読んだ小説「ショートショート」に人魚の話があって、うん、人魚と人間があの浮気しちゃったのよ不倫みたいな感じで<ー>人魚に夫がいるのにあ<ー>その人間の男の主人公が人魚の奥さんをこう寝取ってしまったと <laughs> なるほどでもちょっとそれがバレてしまって復讐を恐れて 陸だったら余裕っしょとか言って陸にずっと逃げてたんですよで海に近寄らずに、うん、そしたら男の人魚の場合はあの下半身が人間っていうオチでああなるほどね <laughs> そ<う>足あるタイプそうそのそうそうそう頭が魚のやつが <laughs> 追いかけてきて <laughs> 追いかけてきて終わりみたいな <laughs> それ外せんのかな外せんわドラム缶落とすとかだねあれそれ持てない いやもテなそうだね。あ奥か奥か。あれあれこれ持たいんですけどね。ああ行けた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 。うわあこれも絶対だよ。くるるね。うわあとりあえずあそこ行こう。そうだな。絶対これ。あ来た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 。早い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 。そこにいるかい。やば。ガチ勢だガチ勢。これは。 めめちちゃゃガチだねこれなんかでもさうわあっそれ待ってなかったら来てたんだうわあっ何でそんなことする何でそんなことするちょっと待ってくださいよダメダメこっちにもペースってもんがあるんだからいやあの手前いけるいや右のほうがいいんちゃうか行っちゃうよ多分あの手前行ったらもうバランス悪くて落ちちゃう気がするな からあっらうま,まい,いうま、んね、いうま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 いああ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 うああああうまいああ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 あ ドーンやってくるのは予想外でしたねこれでも俺あれだなここクリアできてまたうん <laughs> ちょっとっまた何いやまたほら最初からやり直しで何回かやって、うん、なっちゃんにパスするやつ、うん、いやここはいけるよこれじゃあ一回この手前行って奥行きますうん、うんうん、そうだねうまっうまっあれそれるよねやっぱ覚えてんじゃんあ<ー>あ ちょっと正体がいまだに分からんなあれちょっと見えないのが不気味だなじゃあでもどうすんだろう右行くのかなあこっからだうんそれがなんかここの上れるて右で上るはしごがあるのが気になるよねその右奥のとりあえず足場にあそこうんそうだよねそこ行くのかなちょっとそこからもう大ジャンプして左いやあいるえ結構でけえか えなんか人形みたいだね。巨大すぎないないんだろうえ、ちょっとなんか。なんかさ、あでもあの近くにいるわ。カッパっぽい感じもするし、人形っぽい感じもするし、ちょっと。あ、じゃ手前の足場に乗っておびき寄せて右上にっっことかね乗るのかな。あ、いいよ。できて、あいい、いい、うまい、うまい、うまい。 いやーああ早い早いいや大丈夫早い間に合ううおー水の中うおー怖っし怖 <laughs> えぐいなこの面ほんで、うん、これを回くないわそれ回すのか回す,それ回すのかなかまあ、でも瓶でおびき寄せあえいや無理やでも無理だ、ね、回せない回せはしないのかえちょっと待ってこれ 次あそこか。あじゃあやっぱ瓶で、瓶で左の方に。そうだね。ええ？なに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 ？これなに？なに？なに？なんかある。なんだろうこれ。わかんない。ちょっと一旦でもさ、一旦これでいいよ。格闘。お。やっぱあの足場行ってみようか。行ってみて。 でもあの泡は来てるけど意外とそのうわあいけーっしゃ意外とそんなに距離はそうだねないのかもしれないねリズムをつかめばいい、ねうんだけこれは何すかこれはですね左左のあの網網からハンドル回してあ、その手前の あ、これねそこからハンドル回しに行ってはいでぐるぐるやったらどうなるかってうわー何袋よえこれこれやばいぞなんかえー、ででこれにぶら下がってあぶら下がっていくうわ完全に下体袋じゃんあこれそういうこと 話すと戻る戻るじゃあもう自分の感覚であ戻んないあぴょんぴょんってことだねもうちょいしたかもうちょいしたかもねあそんくらいあ、うんそれで一回お願いします、うん、やばいくく戻ってうわ来てるあ頼た頼 なんか避けている。なんか避けてる。なんか避けてるけど。危ない。危ない。待った。待ったよ。でけちょっとでも遠いのか。うんいけるかね。ああ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 。上がれない。来いよ。来たわ。ごめんごめん。これぐらいか。ザアアアア！戻って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 。 あ登れない、なんで、登って、登って、あー、絶望そういう時もあるから、ちょっとね、なんかやっぱほら、見てる人たちもさ、なんかちょっと予習してないって序盤、もしかしたら思ってたから、確かにね、そうそうそう、ちょっと、斎藤相馬にしたらスムーズなんじゃないかという、これ、これって、様式美になってんだもん。

爪を当たってたのにね触ってたのかはいはいはい懐かしいチ血出てたもんねよっしゃちょっと待ってあっめちゃめちゃめちこのね奥いっちゃ奥いっちゃ横の髪一周してる一周してるすごい筋トレ方法だねこうまいでブラブラしてあっこれお魚ようわ ピラニア切り身これエサじゃんエサこれを逆イに投げててどうすんのあもう泳いでいっちゃうのかいや多分これにほら来るからこの隙にいっちゃうかあいけそういけそういけるいけるける余裕じゃないですかあっぶれうお魚食えよあほんとに な、食えよ <laughs> 物に当たって <laughs> <laughs> なかなかねおうちでお魚食べないですからちょっとね調理も若干手間ですからねたまにはやっぱね食べれる時に食べた方がいいってうん、うん、確かにねこんな環境じゃねうん、うん、満足にお魚も食べられないでしょうからでもあれなんだろうねあの魚があそこから滑り降りてきたってことか確かにあいつの餌として降りてきてんのかなそうだよ多分ね いやだからなんかそのあれじゃないのあの調理場のはいはいはい残飯処理とかああそうねその調理したあまりの部分を処理する用の生物なのかもよえ怖くないだから結構我々も再下層っていうかえこれそっか奥あんのかうわやばいやバいバランス体感すごいよ本当にすごいよ よしナイスーで、ここはた、ね、さないのあなんかはいはいあいは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 いでこうかいや、いえてるねはい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 は